バンドリュージのマイベストチーム。フォーメーションは442です。ゴールキーパーは南雄太、曽我畑仁志とちょっと迷ったんですが、やはり、99年ワールドユース正ゴールキーパーだった、南雄太にしたいと思います。で、右サイドバックは梶明。攻撃もさることながら、やはり守備、あまり誰にも割られたこと、抜かれたことを見たことがないので、サイドバックに置きました。で、センターバックは坪井、彼は、ワールドユースには行ってないですが、大学から J リーグに入って活躍した選手なんで入れました。左のセンターバックは中田浩二です。彼はフラット3でトルシエの3バックの左っていうイメージが強いですが、背も高いですし、左のセンターバックに置いてそこからパスをつなげてもらおうというふうに思ってます。で、左サイドバックは新井徹、彼も鹿島で長く左サイドバックをやってましたし、僕ともガンバの同期なんで、彼を選びました。そしてボランチ、遠藤保仁、彼はもう言うまでもなく1000試合出てますし、もう本当に、J リーグの顔っていう感じですし、ボランチの本当に、パスをもらう、そしてパスを散らすっていう形をやってほしいっていう感じで選びました。で、もう一人は稲本潤一、どちらかというと遠藤がパスをもらって受けて散らして、稲本が敵を刈り取る、守備的にやるっていう感じで、絶対必要な選手です。そして前目の選手ですね、442の中盤の前目の選手は、一人目は小野伸二、彼はどれだけ調子悪かろうが、怪我をしていようが絶対選びます。それぐらい彼が中心のチームです。そしてもう一人は小笠原光雄です。で、彼も、99年ワールドユースの中心選手でしたし、何でもできる、そしてちょっと晩年も含めてボランチのイメージが強いですが、もともと前目の選手なんで、彼がしっかりと、ボールをもらってゲームを作って、戦ってそのチームを勝たせてくれると、そういう意味でも小笠原光雄を選びました。そしてフォワードは高原、彼はもう本当に、J リーグの中でっていうよりかは、日本サッカーにおいてこのフォワードとして本当にこうオールラウンドで何でもできて、今までのフォワードの歴史の中でも、本当に3本の指に入るというか、もうフォワードはもう彼を中心に点を取るっていう風に、したいので彼を選びました。そしてもう一人はバンドリュージ自分ですね。これは自分かよっていうのもあるとは思いますが、やっぱりこのメンバーで、隣にパートナーの高原がいて、でこれでどういう風にできるのかっていうのは僕は楽しみですし、ここはもう自分で選べるので、バンドリュージが2トップっていう風に選びました。これが僕のマイベストチームです。